メンフィス。メンフィスはアメリカが州国テネシー州の西端にある都市。州となシ守備量を上回る同州最大の都市でミシシッピ側に面している。市名はエジプトの古代都市にして都の一つでもあるメンフィスにちなむ。19世紀にメンカの州産地として発展する一方で奴隷市が開かれた歴史を持ち、今でも人口の約6割を アフリカ系アメリカ人が占いる。ミシシッピ側から突き出たマットアイランドは母なるミシシッピ側とアメリカの歴史をモチーフとしたテーマパークになっている。メンフィス周辺に最初に定住した人類はミシシッピ文化に属する先住民族であり、近代に入ると地下相族がそれに続いた。16世紀にはスペイン人の探検家エルナンド・デ・ソトが17世紀には フランス人のロベール・カブリエド・ラサール率いる探検隊がメンフィス周辺を訪れた。19世紀初頭まではメンフィス周辺は辺境領土だった。1796年にはアメリカ合衆国に加入したテネシー州の最西端となった。1819年にジョン・オバートン、ジェームズ・ウィンチェスターとアンドリュー・ジャクソンがミシシッピ側の支流の河口のすぐ南にある第四。 地下層崖の上にメンフィス市を建設した。洪水の影響を受けない丘の上に位置していたため、メンフィスは通運の要衝として繁栄し、南北戦争以前にはメンフィスは面火産業を支える奴隷を売買するための大市場となった。1857年には南北戦争以前に南部を東西に結んだ唯一の鉄道メンフィスチャールストン鉄道が開通した。 1862年6月6日のメンフィスの戦いで合衆国軍、北軍がメンフィスを掌握し、メンフィスは終戦まで北軍の支配下に置かれた。戦時中のメンフィスは北軍の補給基地となり、南北戦争中も繁栄を続けた。1870年代には大熱病がたびたび流行した。最悪の流行を見た1878年にはメンフィスは 多くの病死者や疎開者を出し、死の人口が4分の1近くに減少した。20世紀に入ると、メンフィスは世界最大の綿花と木材の集散地となった。1950年には世界最大のラバ市場ともなった。1910年代から1950年代まで、メンフィスは EH クランプ市長の元マシン政治の温床となっていた。 クランプ政権下のメンフィスでは、全国的な都市美運動の一環として、多様な公共政策が指導し、多くの公園群が作られた。1960年代には、メンフィスは公民権運動の過中にあった。1968年4月4日には、清掃労働者の待遇改善を求めるストライキの、応援に訪れていたマーティン・ルーサー・キグ・ジュニア牧師が、ロレイン・モーテルで暗殺された。 今日でも、綿花や木材の集産地であるとともに、近辺の商工業の中心地である。また、航空貨物取扱いの採用手である、フェデラルエクスプレスの本社がある。メンフィス市は、北緯35度7分3秒、整形89度58分16秒に、一致している。アメリカが衆国統計局によると、この都市は総面積7 6 3 4トルで、ある。 このうち 723.4km が陸地で 40.0km が水面である。総面積の5.24%が水面となっている。主要な公園には、トムリー公園、オーデュボーボン公園、オバートン公園及びメンフィス植物園が含まれる。メンフィス市はテネシー州、ミシシッピ州及びアーカンソー州の一部を含む。 大都市地域の第一の都市である。メンフィス大都市圏は2000年のによると、人口119万5977人である。メンフィス大都市圏は、テネシー州のファイエット軍、ティプトン軍及びシェルビー軍、ミシシッピ州、テッソト軍、マーシャル軍、テート軍、トゥニカ軍及びアーカンソー州、クリッテンデン軍の軍を含む。2000年現在の国勢調査で、この都市は、 人口65万100人、25万721世帯及び15万8455家族が暮らしている。人口密度は 898.6km である。375.4km の平均的な密度に27万1552件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人34.41%、 アフリカ系アメリカ人61.41%、先住民0.19%、アジア系1.46%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種1.45%及び根、根ー1.04%である。人口の2.97%はヒスパニック、またはラティーノである。25万721世帯のうち、 31.3%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、34.1%は夫婦で生活している。23.8%は未婚の女性が接待種であり、36.8%は結婚していない。30.5%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、8.9%は65歳以上で独身である。 一世帯の平均人数は2.52人であり、結婚している家庭の場合は3.18人である。この都市内の住民は27.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.8%、25歳以上44歳以下が30.7%、45歳。 以上64歳以下が19.7%及び65歳以上が10.9%にわたっている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は89.8人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.9人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は32,285ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は37,767ベードルである。男性は31,236ベードルに対して、女性は25,183ベードルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は17,838ベードルである。 人口の20.6%及び家族の17.2%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の30.1%及び65歳以上の15.4%は貧困線以下の生活を送っている。犯罪率は高く二千十二年に発表された FBI の統計では二千十一年の殺人件数は百十七件千人あたりの 暴力的な犯罪の発生件数は15.8件で、全米5位、暴力犯罪率、殺人件数ともに前年より増加している。毎年4月にはダウンタウンにて、アフリカイニエイプリルカルチュラルアウェアネスフェスティバルが行われる、の芸術、文化、多様性をテーマとしている。このフェスティバルは3日末月、出展、ファッションショー、ブルースの演奏、 国際色豊かなパレードが行われる。メンフィスはメンフィスソウル、メンフィスブルース、ゴスペル、ロックンロール、クランク、カントリーミュージックなどアメリカの様々な音楽ジャンルの発祥地及び発展地である。カントリーに関してはナッシュビルがカントリーのラインストーンと呼ばれるのに対しメンフィスはシェアクロッパーと呼ばれている。歴史的なビールストリートでは 特に第二次世界大戦後にエレキギターが流行するとメンフィスはアメリカンブルースで有名になっていった。アメリカのポピュラー音楽に多大な影響を与えたサム・フィリップスのサンスタジオは現在も建物が残っており見学することができる。エルヴィス・プレスリー、ジョニー・キャッシュ、ジェリー・リー・ルイス、カール・パーキンス、ロヨー・ビソンはフィリップスに見出され、ここで初めてのレコーディングを行った。 ブルースの父と呼ばれる W.C. ハンディなど多くの著名なブルースアーティストもここでレコーディングを行った。1960年代、スタックスレコードは管楽器を主体とするモータウンにより無骨なソウルミュージックを作り出した。このレーベルのバックバンドであったブッカーティザ・ MGS はサムデイ、オーティス・レディング、ウィルソン・ピケットなどによる多くのヒット曲を生み出した。 多くのミュージシャンが本人役で出演しているブルース・ブラザースの映画の中でこのサウンドを聴くとができる。メンフィスはエルビス・プレスリーが両親と共に移り住んだ街である。プレスリーの邸宅グレイズランドは一般公開されている。また、チャック・ビリーが当地を歌った曲メンフィス・テネシーも有名である。スタックスレコードやハイレコード、ゴールドワックスレコードなど 60年代と70年代のソウルミュージックオーン時代を支えたレーベルがメンフィスを本拠地としていた。メンフィスはカントリーの伝道であるナッシュビルと共にテネシー州の音楽の一大発信基地となってきた。また、音楽産業が盛んでエルビス・プレスリー以外にマディウォーターズ、ロバート・ジョンソン、B.B. キング、ハウリン・ウルフ、アイザック・ヘイズ、ブッカー・ T. ジョーンズ、 アルグリンラを世に送り出してきた。メンフィス市の小中高等学校和に属し、郊外の小中高等学校和に属している。以下の大学がメンフィスにキャンパスを持つ。メンフィスを題材としたポップ、またはカントリーなどの曲を以下に示す。メンフィスに言及した曲を以下に示す。選曲以上にメンフィスという言葉が含まれ、メンフィスロックンソウル博物館のウェブサイトでリストを 確認することができる。市街の南側に、デルタ航空、旧ノースウェスト航空のハブ空港であり、世界一忙しい空港の一つとなっている、メンフィス国際空港がある。道路関係は、主要路線である一級週間高速道路として、I、i-40 と i-55 が走っている。二級週間高速道路としては、I、i-240 が、 市街地周辺を環状するように走っている。また、US ハイウェイは、US51、US61、US64、US70、US72、US78、US79 がメンフィスを通る。US72、US78 は、メンフィスが、西の終点である。70、64、72号線は、北は、シカゴを拠点として、 イリノイ州回路を通り、51、61号線は、ほぼ、ミシシッピ側に沿い、南側を、ブルースの歴史深いミシシッピデルタを通過する。鉄道関係は、ニューオーリンズとシカゴを結ぶアムトラックの旅客列車、シティオブニューオーリンズが、セントラル駅に停車する。市街の中心部には、路面電車が運行している。メンフィスは、 シスター・シティーズ・インターナショナル・インク・ SCI によって認定された2つの姉妹都市を有している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。